そっちの変な岩の方行っちゃって、はい、全然ボーボーだからもう絶対人通ってないの、あともう一回戻ってで GPS とか見て、はい、地図も見て、はい、それじゃあ、はい、名護バス停です。ここから参考を開始します。竹川岳に向かいます。ここから本格的に山に入ります。竹川岳を目指します。また林道を少し歩いて竹川岳登っていきます。
天狗岩に到着しました。男坂の方から登っていきたいと思います。まだまだ岩場続きます。天狗岩の頂上に着きました。パチパチパチ。前竹川岳到着しました。池川岳に到着しました。そっちの変な岩の方行っちゃって、はい、全然ボーボーだからもう絶対人通ってないの。あともう一回戻ってで GPS とか見て、はい、地図も見て、はい、あと途中も間違えちゃって、はい、どうにかここに来たのよくねさんなんか寂しくなっちゃって。そうですよね。なんか全然ダメでしたねぐるぐるあれなんか。それでは双子山に向かいます。続かなかったのですが、蔦岩山を通過してしまったようです。しょうがないので下ります。残念です。武甲山が見えてます。焼山到着しました。武甲山がめっちゃ綺麗です。大きい。
後山に向かいます。目の前に見えてるのが双子山です。今からあちらに向かいます。ものすごい風です。ツルツルなわけ。ツルツルなんですか。岩じゃない、土なんだよね。だけどロープが張ってあるから、うん、まあ気をつけていけば別に、なんていうかバリエーションのコースじゃないし、コースだから、大丈夫なんです。そうですか。まあ、じゃあ気をつけます。気をつけて、はい、ゆっくりゆっくり。わかりました、ありがとうございます。トトーって言うとね、タって言っちゃう。双子山小岳に到着しました。三角点です。三角点です。ダメだ。三角点です。あれ三角点です。双子山目岳に向かいます。分かんなかったですね。ああよかった。荷物すごいですね。これからなんか重装なんですか。甲府ですか。はい。こぶしですか。はいはいはい。こぶしか。あ、じゃあ途中転泊かなんかされるんですか。
30-40メートル先に多分左に折れるところがあるんで、そこをこう折れていく形になると思うんですけど、スタートはどっからされたんですか？あのスタートどっから参考開始されたんですか？坂本から。ああ坂本からですか、うん、じゃあバスかなんかで入ったんですか？ああじゃあはい、お先に失礼します。ザックが引っかかるんですよ。ああそうですよね、結構枝が低いところに生えてきちゃってるから。はい、ちょっとその荷物じゃちょっとなかなかですよ。はい、ちょっと鎖あるんで気をつけた方がいいかもしれないですね。鎖場ですね。双子山目岳に向かいます。双子山目岳到着しました。足が久保駅の方へ向かいます。これは先ほどのおじさんが言ったロープでしょうか。結構な急です。そろそろでゴールです。到着しました。